V ストローム SX のブレーキフルードは茶色かった、ね、はい、もしかすると初めから茶色のかもしれないね、はい、ね、とりあえずただなんとなくこれ汚れてますよって言われ、ね、指摘されると、いやこういうもんですって言いづらいので言いづらいんで、とりあえず入れ替えましょうね。うちのブレーキフルードは透明透明のやつに入れ替えましょうね、はい。もしかしたら初めからそういう色なのかもしれないね、うん、それだったら全然問題ない、うん、よし、鈴木純正ブレーキフルード、違う、鈴木純正なのかな、ね、ブレンボ使って、これバイブレじゃないんですか、ね、バイブレでしょ、ね、バイブレ、バイブレっていうのはバイブレンボですからね、要はブレンボなんです、ブレンボ、ね、みんなが憧れるブレンボですよ、ね、もう海外製のものに、やっぱ日本のメーカーじゃないとなんて言いながら、ブレーキ、ブレンボだよね。サスペンション？オーリンズだよ。オーリンズってどこでしたっけ？スウェーデン？ねえ、おかしいね。なんで日本には日清、トキコがあるじゃないね。昭和、KYP があるじゃないか。ねえ、最強じゃないんですか？ねえ、おかしいね。うん、ねえ、オーリンズ。あと何でしたっけ？車だとね、ビルシュタインなんていうのね、ありますけど。ねえ、でもコペン。S ってコペンの例えばセロ S なんとか S なんとか S エクスプレイ S あと何でしたっけ、ローブ S S ローブ、ローブ S ありますよね、あれビルシュタインでしょ、でも GR は KYB 使う、しかも KYB の方が乗り心地がいいです、しなやかなね、おかしいね、ね、ビルシュタインの方がいいんじゃないかなと思っちゃうけど KYB の方がいいんだよ、でみんな KYB にすればいいよね、私は思うんですけど、どうしてあれ買えないんですか、初めからどうしてその乗り心地のいい車両にしないんですか、さらに足固めてどうするんだ、ノーマルだってガタガタなのに、ね、若い時はいいよ、若い時はいいんです、足回りはやっぱ硬くないとねなんつってね、ロールなんかしちゃダメだよって思いますけど、思いますけどね、50過ぎてねガチガチの足でね走んないですよ、ね、雰囲気だよ、雰囲気でいいんです、雰囲気で、はい、雰囲気というのはとりあえず開けますよ、でね、ここからね多分汚いのを出してくるんですよだからそれが透明だったら終わり、あ、合ってた適当に入れたら合ってた、これね向きがありますね、ちゃんとね、ちゃんと向きがある、ちゃんとって言うんだけど向きがある、向きがね、はい、いやね、鈴木のバイクっていうのはいいよね、私は鈴木のね販売店だったらV ストローム SX10、月1台なんとか頑張ろうっつって、12台買っちゃう。何の話なんですかね。12台。ね。とりあえず12台。12台、24台、36台、60台って言ったかな。なんかそういうのがあるらしいんです。台数ね。うん。それやると、その次の年のね、うんたらかんたらってね。で、レッツなくなっちゃうでしょ。やばいよね。そう。だから小さいお店は、大きいお店はいいんですよ。大型バイクか何だね。やってるところはね、まだいいんですけど、いわゆる原付屋さんだと、もうないでしょって、車種が。で、レッツはもうほら、販売終了、まだなってない、まあ、なってないけど、でももう販売終了みたいなもんですよ。だって入ってこないんだから、ね。となると、作んないもんね。メーカーが作んないんだから、受注分だけだから、もう終わっちゃってるっていう話だしね。うん、そうなると、じゃあなんで台数やればいいんですかって話になるでしょ。125があるじゃないですかって。いやー、つってね。そしたらもう V ストローム買うしかないよね。そんなことないか。ね、そんなことないですか。ただね、V ストローム高いんだよね。この間、久々に、っていうか、BTS に出ないんだよ。オークションにまず出てこないんだよ。あんまりデリバリーされてないのかな、V ストロームってね。で、こっちからこうやって止めるんです。はい。まあ、一応ね、形上いろいろありまして。で、高いの。この間新車出てたんですよ。10点。うん、10点。出てた。そう、出てたんだけど、関西で。結構行きましたよ。あれ、どうなんだろう、新車って今56万ぐらいですよ。50、約51万。税別51万か。旧掛けで40、46ぐらいか。46ちょっとか。ってことは割引率がいいとこだったら、ああ、よかったってこと、あ、え、ちょっと少し利益出たって感じになっちゃうかもしれないですね。よかったですね。何の話してんですか、私ね。そう、高いんですよ。V ストロームだけは。買おうかなと思ったら高くて。いやー、そんなの買えないよねっていう、うん、割引率っていうのがねあってね、うん、いっぱいやればっていう、まあ辛いだろうけどね、そういうもんね、うん、やっぱり営業としてもね、営業としても売れないバイクを買ってほしいわけだよ、それはそうですよね、うん、だけど売れるバイクっていうのは別に営業もそれを買ってくれとは言わない
と思うんですよ。そりゃそうだよね。だって売れるんだから。要は売れないバイクっていうのがあるんですよ。現実としてね。現実としてあるんです。それはどこのメーカーもあると思います。これ売れないんだよね。ホンダだったら CL? やめ、やめ、ダメだ。言っちゃダメ。あとね、ホンダだとね、CB125R とか、あの辺もそんなに売れないんじゃないですか。ストリートファイターチックですね。あれあんま売れないんじゃないですかね。高いしね、今ね。あれ50何万するでしょ。あれが高い高いって言ってたじゃないですか。XSR が。値上げして XL、XSR より高くなった。まあ装備いいから、装備がいいから、まあ XSR とね、単純に比較はできないです。そう、XSR はね、そんないいパーツついてないからね。問題発言ばっかですね。でもね、私、そんなに問題発言してる、この、ちょっと前の、ちょっと前って言っても結構前かな。1ヶ月以上前かな。ウィークリーバイク TV ってあるじゃないですか。あれで、いすみ鉄道を応援しようなんて言ってるんですけど。いや、なんてなんて言っちゃいけない。いすみ鉄道を応援しようってね。いや、いすみ鉄道を応援してる場合じゃないよね。バイク業界なんとかしなきゃいけないのに。まあ、それはいいんですけど。で、あの CBR400R と、あれはドリーマー貸してるんですかね。CBR400R と、レブル500。ね、レブル500。ね。たら、まず、あ、それです。K さん、知るじゃないですか。K 村さん。ね。あの、アミューとか呼ばれてる人。アミューでーすなんてやってますけど。ね。やってますけど。はい。YouTube チャンネルどうなんですかね。ね。1万数千人。前見た時1万数千人で。へぇー。普通にテレビで出てるような人なのにそんなもんしかいないのと思った。本気でやってないのかもしれないけどね。チャンネルそっちの方はね。YouTube はちゃんと本気でやってないのかもしれないけど。それで、それどうでもいい話なんですよ。それで、そしたらね。CBR400R の、まあ、高速道路の運転してるところが、をあれして、多分、別撮りでなんかあのコメントしてるんですよ。で、CBR400R の後に、レブル500乗ったの。で、久々に乗りましたけど、レブル500も、まあまあいいバイクなんですよ。言ってましたよ。私も、耳疑いました。もう一回見て確認しました。まあまあいいバイク。それは、表現としてまずいんじゃないですかって、私は耳を疑いました。はい。やっぱりあの、プロの方のコメントとしては、どうなんだろうなっていう、それに対して誰も、いや、ちょっとまずいんじゃないですかって言わないとね、いや、まあまあいいバイクはないよね。はい。余計なお世話でございますけどね。はい。まあ、そんな感じでね。だから、ほら、私は何の、ね、どこのメーカーに対しても、ほら、別に気使う必要ないから、ね。あえて気使うとしたらキムコぐらいでしょ、うん、キムコぐらいは気使わせてください。でもキムコのバイクをめあの別にそんな悪く言わないでしょ。どこのバイクも私も悪く言わないですよ。うん、そんな悪いとこなんかない。今、ね、間違いじゃなかったバイク選びですよ。ね、どんなバイクだって、これが昭和の時代だったらね、もしかすると、俺はちょっと問題あるよっていうバイクがね、あったかもしれない。ね、あったかもしれない。でも、この平成を過ぎて令和の時代にね、しかも日本はもうバイクのね、あれで、トップですよ。危ういけどね。そんなこと言ってると抜かれちゃうけど、他からね。でも、やっぱそういうあれになってね、そんな、これはちょっと問題あるねってバイクはないじゃない。あの、作りがどうのこうのってのありますよ。あの、その、クオリティの部分で、ちょっと、これは、まずいんじゃないですかっていうのはありますよ。現実問題。やっぱり東南アジアで作ってるやつでね。あるけど、まあでもそうは言っても、じゃあ、それ乗ってなんかどうのこうのってことはないからね。うん。メイドインディアタイトル。ステッカーなんだよね、メイドインディア。昔だったら、こういうのって、メイドインジャパンとか、こういうところに刻印、型にもメイドインジャパンと書いてて、だったでしょ？今、ステッカーなのね。メイドインインディアって。あと、メイドインタイランドとか、まあ、ホンダもそうです。ホンダもステッカーですよね。カバーに入れりゃいいじゃんね。メイドインタイランドってね。なんで入れないんだよね。フレームに入れたらいいじゃんね。なんで入れないの？フレームに。メイドインインディアってね。なんか、納得できないっていうか、何かこう、メーカー側の、ね、なんだろうね。ね、どうして、だって R80GS のネックの部分に、ネックのね、ところにね、まあ、こう、要はパイプとパイプでプレートがこうね、入ってるじゃないですか。で、いいのかな。あそこに、メイドインジャーマニーって、ちゃんと入ってますよ。あれ、売ってんじゃないかな。型じゃなくて。うん、あの後から、メイドインジャーマニーって、売ってるような気がするな。そう。もうそれ見ただけで、あ、いいなと思うんです。だから、なんかこう、ステッカーにしてるっていうのはね、何かあるんだろうなと思うんです。メイドインインディアとか、メイドインチャイナとかね、あとメイドインタイランドとか。メーカー側もなんかあるやっぱりこう、誇れないものを作るっていうのはなんか問題あるよね。うん。そう。作る以上は、
やっぱりね、どうだって言わんばかりのね、あれであってほしいよね。うん。と、私は思いますけど、どうですか。どうでもいいんだけどね。うん。ね、まだ、変えるだけまだいいけどね。うん。そのうち変えなくな、もう、そういう、販売もされなくなっちゃったらね、それこそ本当に嘆くしかないからね。もう、日本ではバイク売ってないみたいなね。うん。でも、鈴木としては、これは、やっぱり V ストロームシリーズだけはね、いいですよね。値段がちゃんとつくしね。うん。安心できる。これが、V ストロームじゃない車両になっちゃうと、ちょっとね、やばいんだよね。本当に。やばいんだよねって言うとまずいから。そう。あります、そういうの。ええー、っていうの。ちょっと厳しいよなっていうのありますよね。まあでもね、はい。何言ってんだろうな、危ないな。よし、そしたら、これでいいか。あと前回りをやんなきゃね。4時か。5時に来るって言ってたから、5時は本当はダメなんだけどね。ちょっとね、仕事が仕事の方ですから、ちょっとね、はい。ね、夜勤じゃない、夜勤だからね。まあ、うちとしてもね、あんまりね、とは言わない。はい。オイル交換ね。よし、そしたらジャッキで前を上げようかな。どうやって上げたらいいですかね。どこで上げるのこれ。ないよ、上げるところが。ね、この辺で上げられるかな。ね、変なところで上げてね、あれ回すところでまた大変なことになっちゃうからね。よいしょ。じゃあ、このジャッキ使うか。よし、頑張ろう。で、パパッと終わらして、んで、V ストロームズが来るのも。普通の V、250ね。無印 V ストローム。はい、2気筒のやつですね、はいで。これは SX でしょ。ね。あと650段のね、1000段の、1050段の、800段のありますけど。ね。400欲しいね。DRZ が出るとか言ってるけど、あれ V ストローム400で出した方がいいんじゃないかな。その方が売れんじゃないの。多分。ね。V ストローム市場、本気のオフ性能を追求した、みたいな。ね。V ストローム 400Z とか名前つけた方が売れっかもしれないね。変な話、うん。DRZ ってつけるよりね。あとなんだろう。400あれば十分か。ね。650あるからね。じゃもうフルラインナップですね。125も欲しいね。125。V ストローム125。ダメかな。何度もなんですけど。とにかくね、もう鈴木はね、V ストロームかハヤブサからしか、もう今はもう生きる